サバカ休み時間ラジオでございます。井上バーです。伸びゆく佐藤です。伸びゆく佐藤、まあ伸びゆいてますもんね。ありがとうございますね。やわりといろいろ振り返っていくわけですけれども、速報で今ね、表のミルアカの方で代表発表のね、はい、お話をするようにしていただきましたけれども、ね、いい足りない部分があるんじゃないかな、ないのかななんて思いまして、ちょっと、ね、いや延長戦をこちらでということですけどもね。あざっす。いや俺ね、いっぱいあるんですよ、まさ、はいはい、これ多分そのみんなこう気になるんじゃねえか話実はまだまだあって、はいはいはい、今回、うん、今回あのしれっと代表外れたのが2人いるんです。そう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 、そのあたりもね、そう聞きたかったんですけど、うん、これパッと思いつかないんだけど誰でしょう、ね、あのね、はい、てかまさにあの一つのリーグに固まってんすよ。はあ、フランス2部。はあ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 、アドと上田直美。ああなるほどなるほど、うん、はいはいはい。でもこれでちょっと分かったのが、あ、なんか見えてきた、はい、あのオナイユアドさんが招集されるタイミングって、はいはいはい、大迫さんに何かあったタイミングなんですよね。ああなるほど。要は、はいはいはい、大迫の2番手がオナイユなるほどね。だからあくまで古橋とオナイユは、はい、あの一列、あのいわゆる1番手2番手の同列のところ、あの関係性が多分ないんだろうなと思って、うんうんうん、同じフォワードであったとしても、うん、なるほど。でなんかどうやら一説っていうか話、なんかシントトロイデン 方面からの話によるんですけど、はいはいはい、その一人ずつ下のカテゴリーにも一人いるんですよ、はい、林大地。あ、はいはいはい、だここ3人が多分2人なんかあったら林さん、うん、なるほどね、らしいんです、ね、そこの配役は被らないってことなのね。そうなんです、ね、あなるほどなるほど、うん、あ見えてきますね。そうかねえ、らしいですね、はあはあはあ、今回これで大前とかがまあどう使われて、はい、だから誰とかね終わらそうのか。いやでも大前綾瀬三笘、あ来ましたね、こうその世代が主力としてもちろんね、でもやっぱりこう見ると東京オリンピックの主力組これでほぼ全員来ましたね、はい、そうかそうか、うん、そうですね、間違いなく、はい、だってメインであと呼ばれたことあるのってまともに言ったらザイオンぐらいでしょ、うんうん、まあザイオンまだね高卒1年目ですから、ね、呼ばれなくても当たり前なので、はいはい、ね、もういよいよ背負っていく人ですからね。そうなんですよね。なるほどね、ちょっとなるほどなーなんて、先生的にはもうほぼ予想してた範囲内ってことですか。まあ伊藤洋輝選手が呼ばれるかなとか思ったりもしたんですけど、はい、あはい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 、ドイツで、まあまあさすがに呼ばれなかったな、うんうん、であとやっぱでも谷口選手が呼ばれたってことはね、はい、谷口、山根、旗手だ、ディフェンスラインこうなる可能性もありますから ね、 そ、 ねそれに吉田麻也足して、なるほど。もう川崎ですよ、ね、川崎ラインでちょっとね、でゴールキーパー川島さん、ないシリーズをねやろうと。川島さんもそうか、川崎そう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 それはそうですね、うん、なるほどね、いいよねこんなに選ばれる。ちょっと心強さも感じるところはありますけどね、ここへ来て勝者のメンタリティーもありますしね、はい、そうかそうですね、そのあたり良かったなぁなんてのをちょっと思いますけどね、うん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 、まあ、あとは他にもなんか呼ばれてもおかしくなかったんじゃないかと思う人もいるけど、はいはい、やっぱ翔稲垣見たかったですね。いや、はい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 、うん、名古屋のね稲垣選手、うんうん、とか、あそっか選ばれてないもんね、そっか、うん、なるほどな、とかあと鹿島の荒木亮太郎選手なんか見たかったなと思いますけど、まあ荒木くんに関して言えばポジションがちょっとないんですよね、うん、今日本代表だと、はいはい、これ先生さ、この元にもちょっと触れていただきましたけども、はいはい、やっぱり433で行くのかな、それ用の選手なのかな、うん、鎌田選手を呼んでる位置を必ず絞ってわけではないんだろうなと思ってます。トップ下も作るかもしれないっていう、ね、そうですね、ただもう最初の陣容から、うん、いわゆるだからもう複数のパターンやるよってことをだからあからさまに示してくれてる、はいはいはい、なんかね、うん、もうフォワードとミッドフィルダー分けません宣言があったでしょ。そうなんですよ、で次回からはディフェンダーさえも分けませんと。そうなんですよね、これはでもなんかワクワクすることですけど、これは一般の人に分かりにくくなる可能性あるからなんか考えないといけないですよね、これね。いやでもね、まさに言い方を僕はね、この方がいいんじゃねえかと思ってます。はいはいはい、っていうのも、うん、いろんな動画で見る中でも触れてるけど、確かに一般視聴者に対して言ったら、はい、すげえ説明の下手な、ね、フィールドプレイヤーで扱うの ね、うん、ね、なんだけど面白い呼び方考えれないかなっていう話、うん、あそうよね、うんうん、なんだけど僕は逆の意見1個あって、はいはいはい、その森保ジャパンのやり方とか、はい、誰がどこで使われるのかも含めてバレてるんですよね、うん、
あーなるほどね、はいはい、どこにいる人なのかバレちゃってるってこと、ね、そうだから今だったらこれ SNS でも流れるじゃないですか。じゃ日本独自の呼び方考えたいねっていうのもありかなって思います、ね、スザク白子玄武玄武、ね、かっこいいじゃん。いいね、清流みたいな。それもでも大体方向決まってるから、うん、バレますね。いやでもほらそれは別にね中で決めてることだから、うん、方向と意味付けされてもそれと関係なくやればいいわけでね。そうですね、いいじゃない。白樺ねえ、どういうことそっち、そういう方がいいのかな。どうなんでしょうね、わかり、ゆり組みたいな、ね、ああちょっと宝塚みたいな、ね、そうそうそう、備長炭四殿会うん、ちょっとなんか戦争のイメージ出ちゃう感じが、なんかね、なんだろうね、まあそう、まあまあまあ、かっこいい、そうやって呼べばいいじゃない。三笘ってなると何かね、桂馬バレるわバレるな、大喜利できそうですね赤い位置飛車だもんな、飛車もうちょい、そう、でもあれだよね、スタートポジションで示せたらメディアは分かりやすい。スタートポジションというか最初のなんとなくの位置が前なのか後ろなのかだけでもさ、うん、そうですね、それをまあフォワードディフェンダーと呼んでるんだけど、うん、それが分かりにくいんであればね、なんか、そうですね、前担当後ろ1期生と2期生2つには分けてほしくない。でも前担当で立ち位置、ね、でも後ろが攻めたりするからな、これそ う,、ね、そうなんだよな。あとどの道何をやったとしても旗手レオが分からない、うん、そうか確かにね。じゃあもう旗手レオは旗手レオっていう風にみんなで分かっていくしかないんだね。いやもう選手だからもっと押していくしかないです ね, ね。そうだね、この人はこういう人だよって知ってもらうというかね。これフォワードディフェンダーなんて言ってたらおじいちゃんそんなのもないのよって笑われちゃう世界になるんですねあれはなんだい、こうオフェンスかいディフェンスかい、え何それって孫に言われるぐらいの世界が来るわけですよね。あれは旗手レオだよって。いや旗手レオも若くねえよその時も、ね、なるほどね。そうだね。あと何か言おうとしなかったですよ。なんだっけ、あまあちょっとあんまり覚えてないけど、まあでもあとはあれですね、今回27人呼んだっての、27人、はい、だからそれぞれの試合では23人しか登録できないので、うん、でキーパーは基本3人登録ですから、うん、でなんでフィールドプレイヤーから毎試合4人ずつあぶれることになるんだろうなと、そうかそうか、こういう感じになりそうだなと思っていますと、うんうん、で特にだから右サイドバックなんてのはヒルキ、はい、山根、室屋と3人呼んでるので、はいはいはい、まあ毎回一人はサブなんだろうなとは思うんですが、だからやっぱり大迫選手と弘樹選手は怪我の具合とかだけはちょっと気になるところだな。そうですね。うん。てかもうまあさ皆さん、はい、これ収録してるのが11月4日のまあね、はいはい、3時頃ですけど、はい、1週間も試合っすよもう。いやそうなんだよね。うん、で招集が2日前って言ってたもんね。そうだって分かりやすいのが木曜日、まあね、まあとりあえず日本時間の、うん、まあ、11月11日木曜日の夜に試合やるんですけど、はい、そもそもさ土日 J リーグあんだよねっていう、まあ、海外もそうですけど、土日リーグ戦終わってでからじゃないといけないから、ここ集合ってことですよね。ベトナム集合です。あベトナム集合、あごめんなさい、はい、ベトナムアウェイだからね、ごめんなさい。そうなんです、ベトナム集合だ。はい、だ海外組も週末の試合やってから来るので、トムヤン君屋さんの前かなんかに、多分そうかもしれないですけど、タイだねごめんなさい、フォー屋さん、フォーか、フォーかフォースタンドの前でね、熱集合なんでしょう。駅前のでもだ PCR あるから、それ終わってからじゃないと練習もできないんで、じゃあ丸一日できるかできないかぐらいでしょうね、コンディショニング含めて。そうなんですよ。ああそうか、やっぱりこれ、まあ、難しいし、まあ、呼んでるのが森保さんだ、それはね責任もちろん出ると思いますけど、トゥクトゥクもねそんな台数ないから、ちょっと1時間もあるでしょ、ね、誰だろうな、多分何人かねちょっとね外気に当たれながら走らなきゃいけない人いるでしょうかね、わかんない、足りない人はねスクーター乗せてもらって後ろにね、いっぱい運んで、なんかロープでスケボーをつないでとかそういうことはないですか、大丈夫ですか。そうです、あの藁のやつの一番上に乗っかったり、ベトナム料理屋さんとか大好きですから、大好き、ベトナム風お好み焼き美味しいです、甘いタレ。あそうなんですか、へえ、なんか旗手くんとか美味しく食べそうですよね、なんか合いそう、何でも美味しいやね、唐揚げが一番美味しい、あの年は何の話なんですか、何の話だよ
そうか。だからってなるとそうだね。2日前だから大変だなってのがやっぱりあるんで、はいはい。これベトナムの準備はどうなんですかね。早くからこうチーム固めて準備できたりしてるんでしょうか。ベトナムはベトナムでリーグやってたりするんでしょうかね。まあどうなんですかね。その情報ってなかなか出てこなかったりするからね。ちょっとね、東南アジアとかあんま見れてないんでわかんないですけど。やっぱそういうのをメディアの方に教えていただきたいですね。そうですね、うん、相手のことはあんま出てこないもんね、このレベルだとね。オーストラリアだとこうね、何日練習して何とかっていうのは出てくるんですけどね。まあね、あとでもあのやっぱりオマーンがまさにそうだなったなと思うんですけど、はいはい、やっぱ最終予選始まる前に2ヶ月近くほらなんかね、キャンプ臨んでたってあったじゃないですか。はい、もうね、積み上げがちょっともう厳しくなってきてるみたいで、はい、あ、そうなんですか。やっぱり最初の日本戦に照準合わせたんだろうなってことは。そうだよね、うん。だけど復讐みたいなもんでしょ、向こうにしたら。もうその2回目は、ね、もう日本が一番やりやすいみたいな感じじゃないの、気持ちとして。そういうことだと思いますね。ね、だからまあ、だからでも日本ってちゃんとその練習ある程度できた2回目の試合でちゃんと勝ってんですよね。なるほど、今まで2回とも。そうか、なんでこのシリーズがオマーン戦からってきつかったけど。そうなんですよね、1回ベトナム挟めると。うん、ああなるほど。でもただまあ、ベトナムがね、このグループの中で一番力がないっていうのは確かにあるんですけど、うん、現状ね。締めてんだよな、意外と。そう、うん、実は2019年の、あのアジアカップで戦って、あの、うん、辛くも勝利したって相手でもあるので、そこら辺がちょっと心配ではあるんですよね。なるほどね。これただね、はい、一個だけベトナム側も不安あるんですよ、まず。これまたどっかのプレビューで話そうと思うんですけど、はいはいはい、守護神が今いないんですよ。あ、そう。守護神が怪我しちゃったんですよ。ダンバンラムって言うんですけど。あ、ダンバンラム聞いたことありますよ、もちろん。セレストのキーパー。ああ、そうか。うん。あらま。そうなの。だそこら辺がどうなのかなってのと、あと、これちょっと今回は戦わないであれですけど、はいはい、アダム・タガート。はい。これもだからセレストで今ね、オーストラリアのフォワードですけど、はいはいはい、怪我しちゃったのよね。だ各国も大変なんだけど、よく考えたら2人書いてるセレスト、代表クラス書いてるって、ちょっと、厳しいっすね。セレスト的にもって話ね。うん、これ先生、ベトナムからオマーンの移動っていうのは割と楽なのかしら。はい、ちょっと俺にそれ聞かれても、俺飛行機乗ってないので分かんない。帰ってことだから分かんないけど。そのあたりは何もないといいけどね。でもなんかドーハ行きとかあるんですかね、例えば。ドーハ？ドーハ。なんかでもだってオマーン行く手前だったら一回中東経由しそうだなと思って。ああ、そうなの。なんか日本直でないでしょ。ちょっとコメント欄で教えてください。ちょっと分かんないもん、2人で喋ってほしい。そうかそうか、うん、なるほどね。これでもさっきの話じゃないけど、ね、やっぱり復帰1戦目を見てどうして見に行くっていうことはさ、やっぱり、うん、おなゆさんももちろん出したいけど、大迫選手ってのは本当に2位以下を大きく突き放しですね、森保さん中でも。いや、そうじゃない。コンディションちょっと悪いぐらいだったら出したいでしょうね。でしょうね。使えるなら行ってほしいんでしょうね、やっぱね。でしょうね。不可欠。あんだけだってポストプレーできる人っていなくないっていう。そうなんですね。うん。大迫ありきなんですね。そうですね。だって、我々的に言ったらやっぱね、こうネイマールを止めてきた酒井宏樹ってことはまあ言えるし、ワールドカップでね、長友選手はもう本当にいろんな選手たちを止めてきたってのあるんだけど、よく考えたら、フンメルスとか相手に、余裕でポストプレーしてきてる日本人ってやばくない？なるほど、そういうことか。うん、なるほどね。これ代表戦見て、大迫は今日も手に入れなかった、2列目躍動、久保が入れた、堂安が入れたとかっていう時も、いつでも大迫がいるからっていうのはあるわけですね、これね。そうなんですよ、ね。これだけプロが選び続けるってことはね。そうですね。センターフォワードっていうものがね、先生、だんだん分かってきました。なんか分かってないけど、分かってきたような気がします。うん、あ、そういうことなんですね。点取るので、あのね、いわゆるその人で点取るみたいなのに行くんだったら、今だったら綾瀬か古橋かってのはあるかもしれないし、意外と5人兄弟とかがね、息子たちが生き生きしてる、ふざけたりね、はい、あのスポーツ頑張ったりね、はい、なんか面白い子がいたりとか明るい子がいたりする家っていうのは、ね、お父さんがね、寡黙だけどがっちりしてんだよね、ちゃんとね。寡黙だけどしっかりこうおらかにっていうかね、それなんだよね。確かにね、そういうことかな。なんとなく思うところ。あとそう、はい、はい、これね、今ちょうど作ってて、まあ、11月5日の夜予定で出したいんですけど、はいはいはい、レオ旗手ですよ、まず。この話ですよ。しちゃってくれですか、ここで。ちらっとね、セルティック行きの話があるとかないとかっていう話を先生がちらっとね、速報でも色分かれもしてくれてたんですけど、はい、これは何、どういう話になって、びっくり、これね、スクエアとエニックスが一緒になった時の興奮ですよ、私今。
まだそれにもう一個足されるぐらいのレベルかもしれない。一回ちょっとトラップしてからっていい？一回ちょっと受け止めてカチャッとやってからで、そう。これスルーしちゃったわ。でも分かるよね先生、そういうことなのか。分かります、はい。そうなんですよ、はいはいはい、これね、あのまた動画の方で言いますけど、旗手レオのセルティック行きは静岡学園と川崎フロンターレの世界戦略だな。うわー、先生、はい、超面白そう。そうなんですよ、続きます。まあこれの続きはまあ本編の方で、そうでしょう、うん、その方がいいでしょう。うえー、でもちょっと触りだけ触りだけ、はい、あの静岡学園と言ったけど、多分川崎がこれからも、はい、あのすげえ高校生たちを集めるために、そして川崎から世界にってことを体現するためにのプロジェクト1期生がレオ旗手。何それ。だこれから川あの高体連発川崎経由ヨーロッパビッグクラブ行き整うと思います。すげえ。ちょっとそれはミルワカの方に移動して今から撮りましょう。皆さんすいません、 CBA トンボみたいになりますけど、ダメです、もうあのこっちのサブアカウントでは休み時間ラジオで受け止めきれません。それはそれはもう教室戻ってやりましょう。キャパオーバーですか。 ありがとうございます。キャパオーバーです。ついちゃいっちゃいますから、こんなカフェテリアでする話じゃないです、それは。そうです、教室でする話かもしれません、ね。戻りましょうということで、こちらサブアカでございます、はい。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。続きを見るアカの方で撮りますので、はい、お願いします。皆さんありがとうございました。サブアカ、ではでー、じゃあねー。